はい、皆さんどうも、こんにちは。ブドウです。ファイアーエンブレム、添えの奇跡続きをやっていきたいと思います。第15章、辺境の獣。キルバス城。あ、リシオンとニアルチか。これはセリノスの若君、よくぞおいでくださいました。ニャルチ元気そうだな。はい、おかげさまでこの G メはピンピンしておりますぞ。ロライゼ王のご様子はいかがですかな。相変わらずだ。父上はあの日以来、床に伏したまま起き上がることもほとんどない。無理もございません。たった数日のうちにご家族そして民のほぼ全てを失われたのですから。ですが、あなた様お一人でもお子が残られてよかった。あれ、リハネとかいないのか。リシオン王子、この老いぼれにできることがあれば何なりとお申し付けくだされ。ありがとう。その気持ちだけで嬉しいよ。またしてな、リシオン。ニアルチ、昔話は後でいいだろう。下がってろ。はいはい、つまる話もございましょうし、これで退散いたしますとも。では、リシオン王子、ごゆるりと。はん、ニアルチは昔からセリノスびいきだからな。セリノスの白の王子訪問がよほど嬉しいと見える。まあ、確かにな。それで、長く顔を見せてなかったお前がここを訪れたっていう理由ってやつを伺いたいんだがね。この間のゴルダー会議でお前の態度が気になった。どういうつもりだね、サラ。なぜティバーンを挑発する。そんなことでここまで来たのか、わざわざ。そんなこととはなんだ。ティバーンは私と父上の後継者だ。あの人がいなければセリヌスは、滅亡の浮き目を見ただろう。ティバーンを侮辱することはこの私が許さん。へえ、昔馴染みの俺よりも現在の恩人の側に作ってるのか。偉く差をつけられたものだ。幼い頃お前とお前の妹の面倒を見てやったのはティバーンではなく俺だったと記憶しているんだがね。その昔馴染みは私たちの仇、人間どもと商売をしていたからな。行動を改めればいつでも交流は復活できると思うが。それはできない相談だ。俺の野望に人間は不可欠なもんなんでね。変わったな、ネサラ。貴様がそういうつもりならもう何も言わん。失礼する。お前には理解できんだろうさ。キルバスを守るってことがどういうことなのか。ネサラ様、ベグニオン帝国元老院議員タナス公爵がお見えです。お通ししろ。あ、オリバー。ネサラ殿、今そこですれ違ったものはもうもしやセリノスの王族ではないのか。あの絶滅したはずの。そっか、オリバーはセリノスオタクだからな。おお、やはりわしの目に狂いはなかったか。あのまばゆいばかりのシラバーネ金さのごとく輝き流れる髪、まさにまさにあれぞ類まれなる美の結晶。オリバー殿、まずは商談を済ませましょう。果実、あなたのご依頼通りガドス公爵家の船から奪った美術品ですが。おお、約束通りの金は払おう。じゃが、それよりももっと手に入れたいものがあるのじゃが。ほう、別のご依頼ですか。うん、やってくれるのなら剣の美術品も倍額で買おう。それは随分の気前のよろしいことで、して何をご消防ですか。それはもちろん、まあリュシオンだろうな。オリバーはその何、詐欺の民オタクだからな。真摯に会えたはいいが、昨日の報酬と新しい任務をもらえただけで何も聞かせてもらえなかったな。どういうつもりなのかしらね、あの罪に。どう考えても生き物が入ってたように思うけど。うん、紳士はあれを一体どうするつもりなのかしら。わからん。貴族や王族ってのはみんなああなのか。何をするにも、作法と手続きが必要で、何を言うにも回りくどい言葉を使う。でも今まで会った王族の人たちは全然違ったよね。エリンシア姫でしょ、ガリアの王様でしょ、あと竜の王子様。
みんなすっごく親しみやすい感じがしたけどな。階級制度はベオク特有の文化じゃないかしら。エリンシア姫は育ってきた環境が特別だからまた違うんでしょうし。ベオクの貴族文化か。俺には到底馴染めそうもないな。マイクバカだからな。しょうがないな、それは。うん。ん？獲得ゴールド1万。これ報酬かな？報酬。見事な戦いぶりです。ありがとうございます。さて、ちょっとですね、本格的に、アイクをね、育てようかなと思ってるんですよ。ちょっとね、そろそろなんかアイクが、アイクはやっぱりなんかその、レベル20にしたところで多分、クラスチェンジしないと思うんですよね。多分イベントかなんかでクラスチェンジすると思うから、ちょっと、アイクを優先的に育てようかなと思ってます。重量12あるからな。もう、最低でも力12ないとあれなのにさ、守備が8って相当やばいだろ。ネフェニーとか、アーチャーであるヨファよりも柔らかいという、なんかもう、ふざけてる。マーシャもね、まあ、もうちょっと守備があってもいいかな。技が欲しいし、あと、ペガサスナイトにしてはやっぱり遅いと思う。14。あんま。ワユもね、育てたいな、ワユ。ワユとアイクどっちが強いんだろう。17、12、17。マカロフ。マカロフは使うつもりはないので、預けるか。うん。そうですね。鉄の槍、手槍。キラーアクス。精霊の粉。これは預けとこう。うん。ラグズランス。なんか、辺境の獣って出てたから、多分、このマップは、ラグズが来るんじゃないかな。なんとなくですけど。なんか、そんな感じがする。オスカー、ちょっと。ショートスピアーまだいいや。ラグズランスあたりをちょっと持っていこうぜ。こんな感じかな。うん。あと育ててないのは誰かな。マーシャもうちょっとレベルアップするから。ネフェニー。でもこれもったいないか。やめとこう。ワユとできる。よし。よし。今日の立ち筋、絶好調。今日はなんだかいいことありそう。宿命のライバルに巡り合えるかも。うわぁ、びっくりした。何？あっさり私の背後を取るなんてなかなかやるじゃん。ちょっとそこを通ります。ごめんなさい。失礼します。勝負の相手、さすがに無理っぽいかな。っていうよりちゃんと歩ける？はい、お気遣いありがとうございます。すっごい儚げな女の子、私と正反対だな。なんだか守ってあげたくなる感じで。おっと、修行修行。それだけかい。まあ、こんな感じか、支援は。召使い。あ、今度男か。おほん。あなた方は北西のクリミア王国から来られたとか？
この度は誠に不幸なことでしたな。お悔やみ申し上げますぞ。なんかベグニオン論者が多いな。しかしあなた方は運が良かった。現存する国の中ではテリウス最古の歴史を誇るベグニオン帝国の大神殿マナイルに招き入れられたんですからな。ところであなた方はこれから北のグラーヌ砂漠に向かわれるとか。え、そうなんだ。あそこは古代遺跡がいくつか残っておりましてな。我々人間よりも古い種族マンナズが暮らしていた跡なのですぞ。あなた方もぜひ古代の風に吹かれてみるとよろしい。別に、物件遊山で行くわけじゃないんだかな。そうそう、見学するのは構いませんが、遺跡自体には近寄らない方が身のためですぞ。北西の遺跡付近には盗賊どものアジトがあると聞きますし。ああ、盗賊いんのか。北東の砂地では、時折怪しい人影を見かける。あ、北東か。これ重要じゃね。多分ちょっと心当たりがある。北東か、覚えとこう。準備はいかがですか？まだ途中だ。次の任務で行っていただくのは、行っていただくのはグラーヌ砂漠ですから、舞台編成などにもお気をつけくださいね。砂漠ってのは砂地の広い範じゃないのか。風砂地のように砂のすぐ下にしっかりした地面があるわけではありません。掘っても掘っても砂ばかりで、歩兵の方は移動が困難になるでしょうね。そうなのか。セネリオならそのあたりのことも知ってるんだろうが。セネリオ殿がどうかされまして？調子が悪いのか塞ぎ込んでるな。ベグニオについてからだと思うんだが。まあともかく俺も知っといて損のない情報だ。もっと聞かせてくれるか？はい。砂漠は水が少なく乾燥しているため、草や木は育ちません。つまり姿を隠すための茂みなどが全くないということです。ひどいなこれ。そして先ほど申し上げたように、歩兵の方は一度に移動できる距離が通常の半分くらいになります。ですが魔導士や賢者、それに盗賊、この兵士につく方々はそこまで影響を受けないようです。まあ基本だな。すなわちの動きに特徴のある盗賊はもっともかく、魔導士や賢者が移動しやすいというのはどうも納得いかんな。私が存じ上げている魔導の大家は、刺激している精霊が気を利かして、足元の砂を払ってくれるのだと、そんな風におっしゃってましたけど。そうなのか？あの方のことですから、どこまで本気にして良いものか。あの方？ああ、最初セフェランド様です。あいつそんな冗談を言うのか。ふふ、とても楽しい方ですわ。説明を再開しますわね。その他、砂漠の戦闘で有利なのは、天魔騎士や竜騎士など空を飛ぶもの。マーシャと、ジルがね、大活躍する。それからラグズの方々も、特に化身後は地形の状態にあまり影響を受けないようですね。あんたはラグズって言うんだな。当然ですわ。ベオクとラグズ。そして、他の生き物もすべて。女神が作り出された尊い命に変わりありません。お、いい人だ、シグルーンさん。女神のおられるこの土地において、まだラグズを迫害する者がいるなどと、嘆かわしいばかりです。あんたも貴族なのか？ええ、紳士様にお仕えするのに貴族であることは最低条件ですから。貴族ってのは話の通じない変人ばかりかと思ってたが、あんたはまともみたいだな。ふふ、褒め言葉としてお受けしますわ。あ、最後にもう一つだけ。なんだ？砂漠には、失われた文明の遺跡がいくつもあります。そして砂の下にはその頃の宝が未だに埋もれているという噂が。運のいい方なら戦いの合間に偶然見つけられるかもしれませんね。その宝がちょっと、どうなんだろう。いやー、さすが天下の大神殿、どこもかしこも豪華。なんだこれ。いかつい密漁団ご一行からこんなところに再就職か。俺の月もまんざら捨てたもんじゃない。しかし、ここって稼げ良さそうな分危険な仕事が多いのかね。そいつはいただけない。病気がちってことで任務参加は5回に1回にしてもらおうか。これ最悪だな。さて、低収入の当てもできたし、ちょっくら町の掛け場で一掛けとしゃれ込むか。おい。うわぁ、あんたは、今も聞いてました？でかい独り言だな。今のは本心じゃなくて、俺は至って真面目な男です。はい。
あんた、あの密漁団にも借金してただろう。え、なんで知ってるんだ？その借金、俺たちがあいつらを捕まえて帳消しになった。そうなんだよ。ほんと助かったさ。世の中そう甘いと思うのよ。へ、借金は借金だ。俺の傭兵団にそんな厄介事を持ち込まれるのは困るからな。うちの参謀から奴らに返済しておいた。それは、ご親切に。団の運用金だ。あんたは今度は傭兵団から借金したってことになってる。返済は、給金から天引きする。あんたは当分ただ働きだな。まあ、いい気味だな。借金がなくなるまで団から逃げ出せると思うのよ。じゃあ、死ぬ気で頑張ってくれ。なんてこった、はぁ、あ。よし。なんかしようと思ったんだよね。手斧をね、手斧が欲しい、手斧。武器は、とりあえずまだ。あ、撃ってる、手槍、手斧。手槍。手槍しか撃てないのか。だが、おぉ。なんだ、ナイフ売りてえな、じゃあ。だが、ナイフ売ろっかな。買っちゃおうぜ、これ。買おう。で、フォルカに渡す。ナイフ売ろう。エルウィンドとか売ってるんだ。でもすっげえ高いな。持ち物売る。ナイフが2本ぐらいあるんですよ。売っちゃおうぜ。あれ？あ、これか。240。 うん。これも売っちゃおう。えい。よし。サザのナイフ。手槍。手槍だろ？マーシャもね、でも力が。鋼の槍も買っとこうかな。鋼の槍って重さいくつだ？ 13 か。手槍、手斧が欲しいな。手槍でも使えるだろ、手山と。使えるな。500円。錬成で確かできなかったかな。500円。あ、間違えた。斧。あ、投げはできないんだ。あ、これも投げできないんだ。あ、そうなんだ。手槍買っとくか、それ、ネフェニーに。手槍を1本ください。よし。あとは大丈夫かな。辺境の獣。ナースネリオ、お前大丈夫か？え？最近ベグニオンに入ってから塞ぎ込んでいるように見えるんだが。そうでしょうか。特に何もありませんよ。だったらいいんだけどな。さて、砂漠の入り口だ。どっちに向かえばいいんだろうな。セネリオ？え、はい、何でしょう。お前な、やっぱり変だぞ。すいません、少し考え事をしてしまって。何ですか？行き先を相談したかったんだが、必要なくなった。わざわざ出てきてくれたようだ。何、族退治みたいなの？お前たちは何者だ？答えろ。俺たちは傭兵だ。心当たりを根城にしている盗賊団の討伐を依頼されてきた。元老院の犬め、我らを盗賊団として闇に葬り、自分たちの罪を包み隠そうという腹か。だが我らは負けん。
いつの日か必ず全てを奴隷を解放して、あ、ラクズ奴隷解放軍？何の話だ？これトパックか、これ。これ以上は問答無用だ。みんなかかれ。うわ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 。グラーヌ砂漠。あ、これ。緑、ムアリム、これ。相手はラグズなのか？盗賊団に変わりはありません。油断しないでください。わかってる。みんな、砂に足を取られないよう気をつけて戦うんだ。いいな。ちょっと、もう逃げやがった、センデリオ。あ、結構いけるな。マウルフはいいけど。モーディ、マユ、ワース、ホルカ、ジル、ディアマト、キルロイ、イレース、ミスト、ヨファー、ネベンですか。レテぐらい入れとくか。ちょっと待ってね。待って。ここかな。北東になんか怪しい人影がいるみたいな。多分あいつが出てくるんじゃないかな。こっち。敵将の撃破。敵将はムアリム。ムアリム。やっぱり。ムアリム倒していいのか。なんか顔が怖い。この人仲間になりますよ、多分。あ、じゃあさっきのなんかフード被ってたやつはトパックかな。ラグズ解放軍。なんか申し訳ないな。倒したくないんだけど。傷薬。あ、結構、盗めるな。ちょっと待って、どうしよっかな。みんなで右に行くか。右に行こうか。正直になんか戦うのもあれだから。爪。猫か。結構なんか、とりあえずオスカーがな、何もできなさそう。ティアマトもちょっと何もできなさそうだな。とりあえずみんなで右に行こうかなってちょっと思ってます。こんな感じか。今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。